惑星規模の異常なエネルギーを感知して、ペンドラゴンは極点へ急行した。そこでレイを待ち受けていたのは最強のライバル、グランデとの決戦だ。壮絶なバトルの末、レイは辛くも勝利するか。その時、の力はその程度か。
す。私はどうしたんだ。そうか、私は今まで鎧の呪縛に。レイモン、レイモン、レイブラッド、我が遺伝子を受け継ぐ息子よ。全ての試練は終わった。偉大なるレイブラッドの後継者としてその運命を受け入れる覚悟があるか。全宇宙がお前の前にひざまずく。ヤプールもヒッポイトも、お前は宇宙の支配者として君臨するのだ。答えよレイモン。叫ぶな。この戦いのためにどれだけ多くの命が犠牲になったと思ってるんだ。もう一度聞く。レイブラッドの運命を受け入れるか。レイモン。断る。愚かだぞ、レイモン。私もレイブラッドに踊らされていたのか。エネルギーフィールドが消失します。本当か。でもどうして突然。考えるのは後だ。早くレイのところへ。了解。借りは返したぞ。地球のレイを憎しよう。
ンデ。面白そうな相手だな。グランデ、お前。おや？お前今勘違いしてるでしょ。言ったろ、俺は楽しいバトルがしたいだけだって。それにな、お前の姉ちゃんまだ紹介してもらってないし。行け、レッドキング。行け、ゴーラ。じゃあスタンバイ。アリウムランチャー。クシグランデ。一気に行くぞ。俺命令すんだっつうんだ。うわWe'll be right back.
なあレイ。ん？何だったんだろうな俺たちの戦いは。グランデ、なんつって。忘れるな、今度会う時は俺がお前を倒す番だ。アバよ、美人の姉ちゃんによろしくな。みんな、レイ、レイブラッドを倒したぞ。すごいよレイ、よく頑張ったね。お前ならやれると信じていたぞ。これでもレイオニクスバトルから解放されたのね。ああよかったなレイ、本当によかった。みんなの力のおかげだ。ありがとう。よし急いでこの惑星から脱出するぞ。了解。了解。惑星能力が増大しています。何？まるでブラックホールだ。機体が降下していきます。ダメだ、自由が効かない。ボリスのウルトラマンもやっぱり生きてたんですね。
ボス。オキ。はい。レイ。ああ。さあ、我々のふるさとへ帰ろう。よし、今度こそ地球に帰ろう。レイ。よし、秋山さん。よし、全員走りつけ。コース設定。ペンドラゴンは地球に向けて発進。了解。誰かのために生きること、守りたいものはなんだ、なくしたくないものはならば諦めたりできないだろう。どんな時も守れ銀河の夢、愛を信じた時、心に燃えてる熱き雪、僕らは行く誓いを胸に、守れ銀河の夢、手と手つなぎ合えば続いてゆく道、きっと見える青く歌う一つの地球。